僧は徐州にて呂布を破った。ここに至り彼は旧友袁紹との対戦に向けて動き出す。手始めに庇護していた劉備に兵を貸し与え袁術討伐を命じた。自分と相入れない劉備は強敵相手にも喜んで出兵するはず。曹操の思惑通り劉備は即座に出陣した。覇道のためならば帝も相入れぬ勇も躊躇なく使う。曹操の行動は朝廷内に不穏な空気を生んだ。そして帝の勅命による曹操暗殺計画が露呈した。曹操、朕を殺す気か？なぜ私が陛下をしいし立て祀らねばならんのです？朕はお前を殺そうとした、故にしいされても文句は言えぬ。陛下は聡明であらせられる。陛下が殺したいのであれば、さあ、いかようにも。朕は、お前が怖い。味方の死に涙せず、必要とあらば敵とも組む。役に必要なき者は、躊躇なく排除する。たとえ、朕であっても。世は民なくば成り立たず、民は陛下なくば動かず。陛下は必要とされましょう。少なくとも私がいる限りは。陛下があってこそこの曹孟徳は自由に動ける。私は新しき世を皆に見せる波動を行かねばならんのです。